はい、本日は PS4 版のスターウォーズバトルフロント2のオンラインをやっていこうかなと思っております。やべー、テレビ消すの忘れてましたね。やっていきましょう。もうひたすらあとはギャラクティックアサルトを遊んでいくという形ですね。テレレテレレテレレ、 BGM がないとね、いろんなその BGM で隠れてしまう音楽を聴くことができますね。何見ようと思ったんだっけな。あ、これか。なるほど。さ、タコだな、タコだな、まず町、まず町、まず町。あー、はいはいはい。いまいちあれですね、名前とマップが、多分一通りも遊んでるはずなんですけど、なんでしょうね。なんでしょう。うーんっていうね、一緒にならない感じですね。ロードが長いよね。ほんとロードが長いんだよ。いやー、腰が痛い。よし、やっていきましょうか。何やろうか。アサル、まあちょっとアサルトやっていきましょうかね。やっぱりアサルト肌なんでしょうね。てんてんてん。さあ、行きましょう。あー、これか。おお、なんか重いな。 あ、記念の丘ね。はいはい、記念の丘思い出しましたよ。ふふー、さあ行こうぜ行こうぜ。結構あれですね、あの記念の丘きちんと占拠できてます。怖い怖い怖い。危ない、撃たれる撃たれる。ものすげえ動きだな。勇気はあるが、しかし、ぶんねー。キレッキレの動きして死にますね、このまま。うお、やべば、やばいやばいやばい、左抜かれてねえか。あ、痛い、全然減らない、減らないぞ。ちょっとやばいですね、やっぱりやっぱり記念の丘ですね。数が多すぎる。61、いや入られてんじゃんよ。押されてる、急いで反撃して。ここはね、うんって感じですね。やっぱヘビなのかな。押し返さねえとやばくね。痛い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 。あ、死ぬ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 。くそ、発動がワンテンポ遅せえよ。やっぱリズムが大事なとこで押したつもりで発動しないのは厳しいですね。にしてもなんかやたら動きがいいな。キレッキレな感じですね、みんな。
ね、農家が攻撃されてる。これも出しといた方がいい。痛い。むちゃくちゃですね。進むぞ。さあ、もうあとはこれ折れたもん負けみたいなところと入りましたね。やべ、スカイウォーカーやばいですね。一気に選挙の方向で。ああ、怖い怖い。ファーストオーダーの精鋭が現れた。 ID 照合不能。よし、使いようかない。やばいやばい、ここやばい。カイロレン来た。終わりましたね。お疲れちゃんです。やばい、ここ輸送船での脱出が完了した。ストームトルーパーどもの鼻を明かしてやったわ。ちょっと開始1戦目がこんだけ激しいとビビりますね。すげえな。なんか相手側のオフィスはキレッキレでしたねめっちゃ動き良かったんだけど、なんかボディービルダーじゃないけど、来てるね来てるねって感じだったよ。もう早い動きあんなにキビキビぐるぐる回ったりするってちょっとびっくりだよ。面白いですね。でも記念の丘も当たりそうで、そんなに実は当たらないマップですね。でこういう風にやっぱ一箇所を他の上も占拠しなきゃいけないので、やっぱりね、勝ちたいチームに入るとこういう感じでもう次から次へと総力戦で なっていくので、なかなか面白いというか怖いですよね上行くの怖いんだけど、上行かなきゃ勝てねえよみたいな感じになるんで、上行かなきゃいけないっていうね。にしてもオフィサー率高かったな。すごいですね。オフィサー大人気ですね。いやー、あれなんですね、今の人気はこのスターウォーズでもブルーカラーではなくてホワイトカラーなんですね。 ひどい話だこれ。さあやっていきましょうか。どうしよっかな。まあでもアサルトでいきましょうかね。性に合ってんでしょうね、アサルトが。うん、明日も寒いんだ。さあ今度は丘を取る側ですね。アサルト、アサルト、珍しいな、俺。アサルトだらけ。タコダナの城に潜む抵抗勢力の制圧を命じられた。奴らはレジスタンスの支援を受けている。行くぜー、ケイラの稼休んぞー。単純だ。城の各所を全て抑え、ネズミ一匹逃す。まずは外側の記念の丘だ。なんで記念の丘なんでしょうね、取るの。ここ迂回すればよくないと思うんだけど、ダメやっぱダメ。内陣世界大戦とかでもね、結構迂回してっていうのありましたけど。うおー、すげえ、セントリスフル発動ですね。乗り込め乗り込め。
れ手に入れられちゃうと結構きついね。ヘビーも早く動けちゃうな。あ、 TL は夢の武器ですね。あんだけ早く動いてもアサルトライフルみたいに使えて最後セントリーまで使えるっていう、もしかしたらめちゃくちゃいい武器ですね。いって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 、なんか食らってなんか食らって、なに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 、うん、飛行機、共に戦う。飛行機は結構爆風なんですかね。なんか入りましたね。あれですね、壁すらも防御にならないっていうのは地獄なんだけど。おお、こんなとこいた、見えなかったわ。どうすかな、機動力を武器にしたいんだけどほとんど機動力を活かせないですね。でも入ってんな、入ってんだけど追い返されちゃいますね。やっぱ難しいよ。いや、すげえ最外にいる。打ち始めが若干遅かった。今のは多分ね、年齢の差だと思います。わずかに向き合った相手はね、若くて反射神経良かった気がするな。おじさんだな。真正面反射神経勝負勝てないですね。すごい残念だが、おじさんにおじさんの戦い方がある。記念の丘への侵入に成功。ずっとここでね、ちょっと遠目で狙ってるんですよ。早い。あ、さっきの人だ。やべ、浮きだ。逃げる。あー、くそー、負けた。いやー、ガチの勝負で負けんの悔しいっすね。若干地形差があるとはいえ負けちゃったよ。同じ武器で負けるの悔しいですね。でも中央いった、ちょっとでも中央からね戦力減らしたいですね。やべ、恋愛姫だ、死んだ。あの人レイヤー使えんの？そんなポイント稼いでんのあれ。マジかよ。あんな隅っこからチラチラ打ってるだけでポイント貯められんのかよ。あー、負けちゃいましたね。連中が逃げるぞ。レジスタンスの輸送船だ。ここはちょっとしんどい気がするな。ここはちょっと圧倒的差がない限り厳しいですよね。てん
まあしょうがないですね。まあ楽しかったな。楽しかったですね。まあヒーロー早めに出したもん勝ちかな、ここは、と思います。ヒーロー出して、ね、突進すれば、ヒーロー出した分ぐらいはすぐ取り戻せちゃう感じじゃないかな。難しいですね。まあ楽しいですね。あんだけ打ち合いになると。笑うしかないっていうか、何も考えられないですね。とにかく前に進んで、とにかく見えたものを打つしかないみたいな。さあ、クレイト。クレイトですよと。どうしよっかな。まあ、ここら辺ちょっとオフィサー使っていきましょう。オフィサーもちょっと鍛えないとね、いけないですからね。ああ、どうしようかな。強えな、向こう。強いな。勝てないな。反射神経が出ないですね。本当にわずかな差なんですけど、そのわずかな差、一撃差。これで負けちゃいますからね。覚悟はいい。ファーストオーダーがここまで来たわ。我々には戦う意志があり、助け合う仲間たち最高。がいる。レッツゴ脱レッツゴ。出完了まで連中を食い止めることが任務よ。まずは ATM6 を足止めする。イオンディスラプターで守りを弱め、キースピーダーと砲台でとどめよ。仲間のために力を尽くして。タレット設置中だ。入れるよね。いや、毎回ね、この塹壕で迷子になっちゃうんですよね。などしない。行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ。お、怖い、怖い。一人ちょっと下でシードしとかないと。あ、クソ負けた、マジで。 半分も入ってないんだ。いやー、ちょっと叩き込めないですね。それそれそれ、うおお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 
ッカーを攻撃できるわ。立て直される前に仕留めて。タレットを設置する。うわマジで、インパクトグレネード早爆発。俺がついてる。なんか撃ってるように見えたんですけどね、投げるモーションがなかったんだけど。まあでもあれか、これ投げるモーションあんま出ねえのか。あれは見えてから回避は不能ですね、ほぼ。帝国ごと奴らも滅ぶだろう。重い。撤退しよう、撤退撤退。よし、タレットでやってやる。おーおーおお、怖い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 。グレネードを投げる。何入ってるの。 ATM6 の防御を乱したわ。スピーダーと砲台は攻撃を。いやーこれ負けちゃうの。やってる。あれすげえな、ゲームパートでやってるかな。なんか動きがめちゃくちゃ機敏ですね。ゲームパートで真似できなくはないけど、ものすごい
止めがすごい。これ何、どこ行けんの。タレットをセットした。キースピーダー部隊 ATM6 に一斉攻撃。砲台は援護だ。敵機の迎撃も忘れるな。お、レーザー前いいとこ来ましたね。すごい手だれさんが多い。博士いいですね。ちょうど頭に当たりそうな感じでした。我々に幸福はない。これ今のうちに後ろ引いた方がいいかも。さてさてさて、見えないんだけど。え？何ここ敵いない。援軍が到着。のに。これより戦闘に加わる。ボンカー接近。あ、前のザゴ入った。タレット設置中。さあ、前のザゴに敵が入ってきましたよと。ウフー、タレットコンサル。違う違う違う、俺は味方だって。我々は弱き人々を守るため命を懸ける。光の加減で見えねえんだよな。味方の精鋭が増援に来たぞ。これで当分タレット見てくれるでしょう。あ、もう壊れたかな。もう壊れた。はえー、よく見てんなおい。まずはタイミングだな。いますね、今だ敵が。攻撃を。あのサイズを沈めてやれば練習にもかなりの打撃になる。降伏などしない。おお。ウォーカーが間もなく基地に到達する。やばい、ここで一回死ぬしかない。痛い。いやー勝て。あ、バリア張ってくんの怖いね。すげえ恐怖なんだけど。いや、あんしょね、レベル上がったのかな。レベル上がったっていうか、マッチングどうなってんだろうね。あれかな、高レベルとマッチングするようになったとか、そういうのあるんですかね。あ、やたら強いんだけどみんな。動きが昨日からねちょっと違うんですよね。えぐいくらいもうやり慣れた人ばっかりな気がするよな。おー味方。ディスプラプターじゃ拾えねえんだよな。強力な助けが来た。戦闘に参加する。さて、ちゃん やべ、出たい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 。
何ここ、やべ死ぬ、間に合わない、もうこのまま死ぬしかない。よく聞いて、ファーストオーダーの狙いはこちらのシャトルの破壊よ。爆弾の設置を阻止して、シャトルがやられれば脱出の道はなくなるわ。いやもう間に合わねえよ、道迷っちゃったよ最悪なんだけど。大変残念なお知らせですね。戻れなかった。でーん。今日はかなりついてるぞ。腕利きが支援に現れた。腕利きが支援に現れた。ヤッホーって言えないんだよね、ここ。ほんと怖えな。さあ、こっちはヒーロー結構出てますね。頑張れ、ヒーロー。我々は弱き人々を守るため、命を懸ける。パレットで援護する。帝国ごと奴らも滅ぶだろう。まだジジイですね。やっべ、ジジイた。あっぶねえ。グレネードだ。もう はバンサだって撃てない。ありがとう、ありがとう。端っこでジジイを封じ込めてるのはすごいですね。敵が来て。我々は弱き人々を守るため命を懸ける。耐久の高そうなやつが対抗してくるぞ。いや、まずいの来た、まずいの来た。あ、ジジイ倒したっぽい、すげえ。グレネードを投げるぞ、注意しろ。我々に攻撃はない。連中の精鋭が現れた、気をつけろ。いや、重っ。くそ。早くどっか行けばいいのに。いや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 、なかなか厳しいですね。いつでも動けるぞ。いつでも動けるさ。でん。さてさて、あれを潰すのはどうやったらいいんだろう。展開完了。ファーストオーダーの指揮官が現れた。誰かは分からない。誰かは分からない。帝国ごと奴らも滅ぶだろう。いやー、痛い痛い痛い。到着した。ですよ。
要だ。よし、バレたな、いるの。うほー、 TL 強っ。やっぱ連射系は強いっすよね。バーストもありがとう、ある程度コントロールできればいいんですけど、今回ちょっと難しいっすね。グレネードだ。ファーストオーダーに増援、地球の精鋭だ。アルコーセス、いいわ。連中に我々は屈しないってことを教えてやって。モスクだ。対応を急がないとハンガーを失うわ。まあ、ボスク、ここでボスク時間稼ぎたいですね。あ、やべ、逃げられたかな。端っこに釘付けにしたかったのに。ファーストオーダーによるハンガーの制圧が進行中。行動ハンガーは失われたわ。ここは一度引いて立て直しを図る。え、マジで？やばい。やべ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 、だいぶ後ろになっちゃってる。ま、紛れ込めねえか。諦めないで。紛れ込めねえか。強化扉を閉じることができれば脱出の時間を稼げるわ。オフィサーだから意外とみんなと一緒に行けっかなと思ったんですけど、行けなかったですね。友軍が到着、支援に当たれ。さくそー、さすがにオフィサーじゃダメか。なんかね、あの集団についていけばエリア内まで行けっかなと思ったんだけどな、そんな甘くなかった。嘘。扉は半分まで閉じてる。ジェネレーターを守り続けて。なかなか難しいですな。そう簡単には前に行けない。さあ、ウーキー選手たち行こうぜ。さあ行こうぜ行こうぜ行こうぜ。ああ、上取られてますね。これ当たんないの。うまいね、ちょこ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 。ウキちゃんね、意外と強いんですけど、意外と当たってないってこともね、あるんですよね。さあどうしよう、アサルトで行こうか。さあ行こう行こう。おっと、すごい勢いで溶けてんだけど。こい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 こ、ナイスナイスナイス。自分のガス浴びちゃってるよ。ファーストオーダーに増援、おそらく都合でだ。もうすぐ強化扉が閉じるわ。危なかったですね、自分のガスで死にそうになりました。うわー、火を走ってった。超怖え。
やっべえ、助けてー、痛い。いやー、あと2、どうかな、全くもって地獄ですね。ヒーローに追われるのはやっぱり怖い。言った通り、ファーストオーダーはここで敗北した。クレイトともお別れね。さあ行きましょう。ポイーン。で今度自分たちが攻める番。さてすごいですね。でも入ったなんかあんのかな。パーソナルレベルって一応ありますからね。もしかしたらそれでって、まあそんな家が高等なことしてるとも思えないんですけど、なんか気になっちゃうんですよね。明らかにレベルが違うんだよな。上がってるんですよね。なんかあんのかな。レベル20以上からの対戦と20、まあいやでもそんなこともねえか、わかんないですね。難しいな。なんかね、おとといぐらいはやっぱりなんかいろんな人、自分と同じ始めたての人かなってのも多かったんですけど、今見てみると、やってみるとなんか動きがもうね、みんなうまいうまいんだよな、本当。だからなんかそういうのであるのかなというような感じがしなくもないですね。また一緒に行くぞ。ファーストオーダーの兵士諸君、忌まわしきレジスタンスに復讐を果たす日が来た。まずは圧倒的なパワーを誇る ATM6 で連中の砲台の防衛を撃ち込む。その後もう一個先行かなきゃいけない。危ねえ、あった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 、中入ろうぜ中入ろうぜ。我々がこの銀河を引き継ぐのだ。後ろから来てる、後ろから来てる、後ろから来てる。逆回り逆回り逆回り。よーし、とりあえず倒した。ナイス、みんなお疲れちゃん。また来たよ。なあ、くっそー。反射神経で勝てないんだったら動きで勝つしかないわけですけど。すごいいっぱい来たね。にしてももうちょっとな、アビリティの発動直感的にっていうか早くしてくんないと困っちゃいます。我々の勝利は約束されている。おおお、どうなってんだこれ。敵の砲台が守りを失った ATM6 に攻撃を仕掛けている。誤差です。怖え怖え。守ろう。俺やで。俺やで。さあ、だいたい固めましたね。ゆしゅしゅ。なんかチュンチュン落としてるけど、どっからどっからどっから。おお、ありがとうありがとうみんな。タレット。
準備よし。さあどこ行けばいいんだろう。ディスプラフターだいぶもうあさっての先に行っちゃいましたね。今日 ATM6 がレジスタンスのスピーダーと砲台に狙われているぞ。あぶねえ。みんな待って、俺も一緒に行きたい。されるなんて、まだまだですね、修行が足りんです。まだいるよ、まだここにいるな。どっか近くにいると思うんだよ。どこだろう。いないね。おかしいな。接敵必須。すげえ怖い。未確認のレジスタンスリーダーが現れた。こぜこぜ。疑念を捨てろ。おお、なんかすごいことになってんだけど。おお。ウォーカーは順調に進行中だ。いやー、なかなか厳しいな。潰せねえな。やっぱどうなんでしょうね。まあ、ただこれ頑張らないとオフィサーでの目がないというか、まあオフィサーじゃなくてもいいんじゃねえとは思うんだけどな。まあいろんなもん使えるようにはなっときたいですね。回路レインだな。ウォーカーが敵の攻撃を受けている。支援を急げ。あなたは私の仲間を攻撃した。マジかよ、目の前かよ。なんかいきなり操れなくなってびっくりしたわ。何使っておきましょうか。ボバフェティオさんとかちょっとやっておきましょうかね。はい、行きましょうか。野蛮だが効果的だ。敵を撹乱する。奴らを見つけた。奴らを見つけた。すぐに終わらせてやる。びっくりした。これは勝てる。近づいて。俺がやる。あれ全然食らってねえな。マジかよ。痛い。撃墜されたわ。いや、もうヒロ逃げてるぞ。役目を果たせ、お互いにな。かっこいいな、ボバさん。役目を果たせ、お互いにな。で、なんかに撃墜されてんだけど、何これ。あ、ここじゃダメなんだ。なんかボンボン落としてるぞ。滅べ。
隠れても無駄だ。トルーパーちゃうか。俺やで。俺やで。聞いていた話と違う。はい、来い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 。まだです。野蛮だが攻撃や。制圧部隊、行動ハンガーのコントロールゾーンを抑えろ。落とされた。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。何これすごい食らったんだけど。いってまた撃墜されたわ。あ、ボバさんが不遇すぎるぜ。オーバーさんが200しかねえのが困るんだよな。もうちょっと HP。 おお、何お前の負けだ。いった。なかなかの撃墜されてきてもう悲しすぎるわ。危ない危ない危ない。うんね。怖い怖い、大変だよ。おガス誰のだ。敵を撹乱する。ちょ、ごめんね。どうかな、なんか入れそうかな。ちょっとハイに入っていきましょう。お前たちの立てる音が聞こえるぞ。ああ怖い怖い。いいぞ逃げてみろ。いいぞ逃げてみろ。全然これ当たんねえな。派手さはあるんですけどね。痛い。死ぬ。びっくりしたわ。突入を急げ。パワー供給設備を破壊し、レジスタンスによる強化扉の封鎖を阻止しろ。遊びは終わりだ。遅いな。
なんだなんだ、はまった。あぶねあぶね。なんで撃墜されちゃうんだボバタンよ。本当に俺が必要なのか。おしまいだ。楽な相手だ。おお、鬼ちゃん帰ってきた。早いな。なんだなんだなんだ。あー、次が次へと湧いてきてんのか。残念でございましたね。いや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 、ボーバーヘッドなかなか難しい。ねヘビかな、ここはもうあと応援しに来たぞ。さあ行きましょうか。ゴー。死ぬ。グレネードを使う。いや、 やっぱここ中ばっか一人で押されたらたまんねえな。敵に増援、おそらく連中の精鋭だ。あぶねあぶね。おお、タレット早いな。タレット崩壊マジで早いな。ちょっと待って、通路抑えられちゃってんじゃん。レジスタンスのエージェントを確認した。やっべ、ジェネレーターを破壊。武器逃げんの早えな、マジかよ。隠れても無駄だ。時間がないぞ。強化扉が閉じかけている。え、嘘。俺は打ち返え。間に合わねえ。あ、行った。後ろか。いや、誰か護衛してくれ。ちょっとこれはもう足りないかな。奇数無理ですね。下ちゃんと押さえとかないとダメじゃねえかな。ナイス。逃がされ。ノー。
振り向けません。まあ、ただレイは始末しといたので、つってもあと6なんだよね。ああ、お疲れさん状態ですね。いや、しょうがない、頑張った、頑張りました。最高指導者はこの失敗を許されない。ファーストオーダーはこの戦争に勝つべきだが、我らはその日を迎えられないかもしれない。いや、でも頑張ったと思うんだけどな。わおてててててててん。武器系は全然ダメですね。これか、強化バースト。あと47 長いな、長いね。あと47。なかなかな感じですね。いやー、対ヒーローなんかできればいいんだけど。あー、おー、キャッシーク、なんか面白いローテーションですね。ランダムローテなのかな。クレイトの次、あー、でもクレイトか、今あれでしたね中のイメージが強すぎてクレイトだってこと忘れてましたね。さあ、キャッシーク、キャッシーク、何やろっか。キャッシーク、スペシャリストも微妙だしね。これはまあどうしたもんかって感じですね。何がいいかな。まあ、ブラックでも使っていきましょうか。ラストまでいければヘビーになるんで、まあそういう使い分けなんですかね、今作は。その階層によって状況に応じて練習変えて、さあ、バトルドロイドすんげえ速そうなんだな。はしゃいでいる。キャッシークを襲った分離主義者の狙いは我々の艦隊の離陸阻止だ。発進のための時間を稼ぎ、了解。クルーザーの一隻に大型牽引輸送車が向かっている。了解です。イオンディスラプターを確保し、輸送車の破壊を試みろ。作戦開始。タレット展開。あの鉄クズども噛んじゃったよ。どうにかしてやります、隊長。イエスさん。俺たちは戦うのが仕事だ。このオフィサーはどれぐらいですかね。課長ぐらいなのかな。うわ、まさかのバリア。協力する。なんとか粘りたかったんですけどね。あ、重い。外人サーバーなのかな。なわけねえと思うんだけどな。我々は戦うために存在する。大型兵員輸送車にダメージ。ここでバーストはうまく弾がリズムよく負けねえっすな。我々は戦い、輸送車が第一チェックポイントを通過。タレットを設置した。全員輸送車に直撃。グレネードだ。これ後ろ下がった方がいいな。おおおお、敗北はない。怖い怖い。
ド展開中。あら、結構見えちゃうじゃんね今の。ATT の時は射程長いんだよな。キャッシング、これ射程間違えてねえかな設定。ラッキー、ラッキー、ごちさんでーす。あんま撃ってるとスナイパーちゃん見られちゃう。いた、勇者が帰ってきましたね。いや、バトルドロイド発生。痛い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 、なんか食らった。輸送車が第二チェックポイントに到達。まあ当たり前ですけど壊せはしませんよ。味方が到着。はまってるはまってる。ああ終わっちゃったよ。って何食らってんのこれ。俺たちは戦うのが仕事だ。これこれこれ、レッツゴー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 。やべ、はまった。こっち来るな、こっち来るな。大型兵員輸送車に直撃。いった。違う、こいつじゃない、なんかに切られた。なんだろう、すげえ怖かった。よし、やってる。行くぜ。いやー、さすがに輸送車破壊は無理か。無理だよね。頑張っちゃいるんだけどね、みんな。あいつ硬すぎなんだよ本当。赤っていうぐらいのクソ火力。危ねえ。あれ逆だ。うわ逆かよ。やべ、お兄ちゃん来た、お兄ちゃん来た、お兄ちゃん来た。おやべえ、あのお兄ちゃんラッキー。ちょ、助かった、お兄ちゃんから助かったぞ。またお兄ちゃんいるし。レイ、お兄ちゃんいるぞ。もうちょっと死にそうなんだけど、あぶねえ、いてもうマジかい。逃げろー、お兄ちゃんいる。4ディスラッター発射、直撃した。あぶねえねえねえ、
おお、びっくりした。ウキ、お兄ちゃんいるって。お兄ちゃん、やべ、横にいんじゃんよ。さあ行きましょうか。いやー、鬼ちゃん怖え。けどあの鬼ちゃんだったらいける。プレイヤーさすごい出ますね、ヒーロー。というかもしかして、もしかしたら一回ものすごい怖い鬼ちゃんを見たから大丈夫なのかもしれないですね。来い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 、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。おお、タンク来た。やべ、行って。くそが。ちくしょう。このマップタンクを壊す固定砲台みたいに用意してほしいんだけどな。あれしんどいっすね。共和国に勝利を。共和国に勝利よ。あれか、ガンシップでタンクは壊せってことなのかな。なるほど、了解。この大型変異輸送車はそろそろ終わりだ。まだまだやるは生きてる。撃ち続けろ。来い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 、ひるむな、突撃しろ。おお、びっくりした。ヨダちゃん、お兄ちゃんかと思って。おおおおお、俺たちは戦うのが仕事だ。おお、やばい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 。うお、目の前にいるじゃん。危ねえ。お兄ちゃん来た。来た。イオンディスラプター命中。変異輸送車を切り付けた。いやー、さすがに潰せないかな。協力する。厳しいですね。オフィサーラグがすごいんだけど。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。最後まで諦めないで。いやー、オーバーヒートしちゃった。遅れるなよ。残りちょっとなんだけどな、潰せないかな。あともうちょっと。いやー、これはちょっと厳しい。た、なに。そう、今横いたじゃんね。あー失敗。ガンシップ出てくるのが遅かったですね、もしかしたら。ただ俺がガンシップ乗ってもね、当てられないんですよね、あれ難しいんだよ。その2台のジャガーノートタワータンクがクルーザーの最後の守りとなる。ドロイドどもはタンクのコントロールセンターの爆破を狙ってくるだろう。できる限り守り通せ。ロジョロジョ。ダメか。これに守らせる。クローンに敗北はない。クローンに敗北はない。おお、スカイウォーカーちゃん前で頑張ってますね。これ前か、ここで待ってたってしょうがねえ。前でゲリラしてきますか。グレネードを食らえ。仲間のために、共和国のために。
あー怖い怖い、音聞こえますね、来てますね、ドロイド。そこら辺にいるはずなんだ。待たれろ、グレネードだ。クローンなら戦え、クローンなら戦え、戦うけど、はぁ、無理主義勢力の指揮官が現れた。さあ、どっから来る。地形有利を獲得しときたいですね。すごいね、ファーンファーンって。受け取れ、グレネードだ。西ジャガーノートに爆弾がセットされた。あ、マジで？みんな向こう行けんだ今。爆弾を見つけろ、協力し合え。いやー怖い怖い。俺に考えがある。いやーめちゃくちゃ占拠されてんだろうな。24ですからね、あと1個を守りきればなんとか。じゃねえか。ふう、怖い怖い。ちょっと前出すぎな気がするな。爆弾を解除。お、ジャガーノートを守ったぞ。一息つける。わずかな間だから。我々は戦うために存在する。やべ、こっちからいっぱい来るんだ。すげえ声。超声。終わったかな？終わりましたね。ああ、よかったよかった。ドロイド軍は壊滅。ガラクタどもは敗走した。我々の勝利だ。ヤッホー。いや、たまには動き回んないで待ってるってのもありですね。常にアホの子のように動いてりゃいいってわけじゃない。てててててて。いやー怖い怖い。ね、まだまだだな。あと40キルか。意外と倒せねえな。バースト強化までいけばもしかしたら使えるようになれるんじゃないかな。ただやっぱりこの炸裂弾とかどうなんだろうね。どうなんだろう。炸裂弾って何？ちょっと意味が分かりませんけどね。ピストルでしかもさらに炸裂弾発射するのかな。凄まじい武器ですね。さあ、じゃあキャッシークの、今度攻め側か。もうここだけはよくわかんないんだよな。なんかバトルドロイドも昨日のねやつも言いましたけど、ジェダイな感じだったのに、なんかね暗黒教と一緒にいるし、どうなってんだこれみたいな。ここら辺がね、映画をちょいとしか知らない人にとってはものすごくわかりづらいところですね。開始。さ、やりますか。夜。これより完璧な戦略。これなんだろうな。進行する時間はランダムなんですかね。すげえやりにくいよ夜。見えねえんだよ。地
近くの共和国の、まあでもね、向こうの方がより法制士見えねえお前って話になっちゃうんでしょうね。イオンディスラプターで攻撃してくるぞ。グレネードくらい。稼げてんじゃん。タレット準備よし。準備よし。準備よし。逃げ帰りました。勝利かスクラップか、このどちらかしかない。やべ、死んだかも。やばい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 、なんだよこれ、地獄。さあ行こうぜ行こうぜ。ふうふうふう。来い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 、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。おおおおおお、なんだなんだ。ちょっと待っとけ。共和国軍を殲滅しろ。上にいるな。グレネードを使う。早くグルグルしてくれよ、頼むから。なんかいつまでたっても、おいジャンプしねえ。なんだよここ、マジかよ。うてえ。いやー、死んだいっす。死んだよ。おお、命中した。おお、命中した。大型兵員輸送車を攻撃。攻撃。損害は想定の範囲内だ今のところ。来い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 、レッツゴーレッツゴー。いってー。戦略コントロール回路起動。ぶっ飛ばしてやる。どこどこ
行きたい、俺は行きたい、行って後ろだ。なんだなんだ、色のどこか撃たれ、色のどこか撃たれすぎだわ。なんかラグってんすかね、ラグってんのかな、全然食らねえな。じゃあちょっとボバさん出しておこう。ボバヘッドだ、ボバヘッドだ、話を聞こう。夜のボバさんな、ジェットパック使うとな、もろバレすんな。遊びは終わりだ、俺がやる。全然当たんなかった、残念なぐらい当たんなかった。さあ行こう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 、見えるんだけどな。味方を援護しなくては。もう一枚中いるね。なんか一瞬なんかゴリラっぽい音が。おしまいだ。水尾性だけな本当。やっぱりトルーパーに毛が生えたぐらいしかねえな。終わりだ、耳を澄ませろ。全然うまくできないし。お前の負けだ。おーやっちた、マジかよ。まあまあ頑張って前でやれたと思いたい思いたい。あ、来た、ダースボールだ。お兄ちゃん来た、お兄ちゃん、お兄ちゃんねーって言うと思うんですけど、私が使えるキャラクターは雑魚キャラヒーローしかダメなので、強いのは強い方で任せません。怖いね、ダースボール。はぁーとか言ってんだよ。すげえなんだけど。近くで見たくねえよ。ラジャラジャ。防衛します。突入します。勝利を逃せば停止させられる運命だ。輸送車が攻撃を受けた。おーおーおー、行き過ぎ行き過ぎ、みんな行き過ぎだぞ。アレット
アレット働け。どこよ敵、みんな強すぎて敵が見えない。ちょっと待て、お前なんで死なねえんだよ。はい、来い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 。おお。おお。行くぞ行くぞい、バカしに行くぞい。時間的にこれがラストゲームですね。みんな乗り込め。石のターボタンクに爆弾をセット。危ねえ。あ、ターボちゃん来たな。乗り込め。突撃ジェダイがいっぱいいるぞ。とりあえず置いときます。鉄鋼切ってこいよ。痛い。くっそが。おい、鉄鋼機中入れや。いつでも行ける、いつでも行ける、いつでもあなたと一緒、頑張っていこうね。あ、タボさん、なんかね、あの YouTube の方にね、昨日壁貫通で倒された、おじいちゃんの攻撃に倒された時の動画見てた人がいて、なんかすいませんって、ね、多分本人なんだろうけど、コメントが来ててありがたいですね。見てくれたんだ。やっぱ壁貫通ね、別にプレイヤーが悪いわけじゃないからね、あのできる方が悪いよ。だそうだね、ちょっと一気になんか崩してきてよ、頼むぜ。勝利かスクラップか、そのどちらかしかない。てっ、いたーようだ。カベ貫通なんかすいませんって笑。ねえ、なんかねえ、別にいいよいいよって感じだけどね。面白いしね。いや、あれはでもすごかったね。じいさん壁貫通しちゃうんだみたいな。まあね、物理攻撃じゃなくて電波攻撃だからね、電波取っちゃえばいいんだろうけど、通るんだね。はい、来い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 、レッツゴーレッツゴー。あと1個が取れない。なんとか中にいるジェダイを抹殺したい。ラレット働け。そうだよ、タンク、タンクで行ってよ。あっしゃー、取ったぞ取ったぞ取ったぞ。あ、ダスボールさん、お兄ちゃんお兄ちゃんお兄ちゃん、最後まで守ってね、僕あなたを信じて。やべえ、なんか来た。ヒーラー、アレット準備よし、戦略コントロール回路起動、右よし左よし全てよし。ダースモード準備万端ですね。お兄ちゃん、了解了解。マジですか、ジャガーノート確保したら壊さないでくれますか。こっちやね、新しい敵が現れた。今さら新しい敵が現れてもう遅いのだ。さあ行こう。あっ、あばばばばば、よし行こう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 。クローンの抵抗は容認できない、残る部隊を一掃しフェーズ3を準備せよ。了解、ラジャーラジャーラジャー。敵クルーザーは離陸準備を開始している。前方及び後方の燃料パイプを爆破せよ。ラジャーラジャー、ルーキーを倒した、僕の評価を上げてくれ。ラジャーラジャー、何
フラグ、2点バーストっていうのがちょっと使いづらいかな。もうちょっとバースト強ければ。お、これで僕の愛すべきファズちゃんで。ザコイのファズちゃんでいきましょう。ファズマさん、女優さんって身長191センチあるんだね。確か。すごいよね。何ができんの？情け容赦なく諦めることを知らない。一時的にライフの最大値を上げることができる。それだけかよ。パイロレンさん行きましょう。レンちゃん行こうぜ。あぶね、死ぬ。走り続け。ファズオーナーの敵は今日で滅びる。ファズちゃんが死んじゃう。みんなのアイドル、ファズちゃんが死んじゃう。イーズイーズ、このトカゲ野郎が。いってファズちゃんのあの変なのを置きたいんだけどな。だろうね。ね。やべ、ファズ死んじゃう。弱え、ファズは弱え。死ぬほど弱え。他のヒーローいないの？援軍が必要だ、ヒーロー。やっぱ。あそこに置いたのバレちったよ。ファズちゃんが死んじゃう。引っかかったか。ダメ。よし。ファズちゃんが死ぬ。ファズちゃんが1あぶね。ここに置いたらどうなるんだろう。やべえ、ファズが死ぬ。ギャッハ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 。あ、置けてない。まさかの置けてないよ。やべえ、ファズちゃんが死ぬ。逃げろ。タレットが置けない。なんで置けねえんだよ。置けた。これで対ジェダイ戦が有利になるかもしれない。危ない。ねえ、いいんだよって言われた終わりだよね。やべえ、ファズちゃん死ぬ。弱え、ファズマ。死ぬほど弱えよ。行って飛ばされた。やべえ、ファズちゃんが死ぬ。ベーダーさん、後ろで見てないで来てよ。俺がやる。おしまいだ。
パレット置いてバトルフィールド、キルフィールド作ってんだから来てよ。行くな、ばやばやばや。よし、ヨーダやった。やべ、ファズマが死ぬ、ファズマが死ぬ、ファズちゃんが死ぬ。やべ、パズちゃんが死ぬ。やべ、残り45、パズちゃんが死ぬ。ない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 。置けないの。パズちゃんすげえ苦しいよ。逆行くか。パズちゃんちょっと逆行こうか。舐めたら怒っちゃうぞ。よし、ファズちゃんの卑怯攻撃、いいんだよ壊せれば。やべ、パズちゃんが死ぬ。よし、壊した。うおー、やべ、パズ負け死ぬ。待って待って待って、絶対やだ。パズちゃん、俺のパズちゃん壊さないで。絶対知らないから俺、絶対知らないから。パズちゃん生きるんだ。やべえ、死ね、バイバー。くそー、タレット置いてから死ねばよかったな最後。後部燃料パイプの爆弾を外された。パズちゃんって。でも仕事したと思うけどな。ダメ、もうちょっと生きなきゃダメかな。タンクなんでここで止まってんだよ、中入ればいいのに。おい、ボンクラタンクだな、すぐ横までつければいいのに。ねえ、アーツにド M さんのド M 心が果てちゃいました。戦略コントロール回路を起動。いった。負けねえかな。なあ、痛い。いやー、やっぱバースト強化とか炸裂かなんかつ、もうちょっと攻撃力上げないときついね。いやー、ファズちゃん燃えるよね。さあ、でもね、あんまりちょっと時間もねえんだよな。まあ時間もねえけど、こっちは終わるからね。お、ラストですね。爆弾を設置。お前は何もやってないのに偉そうに言うなって感じ。タンク横越え、タンク最後だ、最後。オーバータイムだ、オーバータイム。暗黒面は強い。それジジじゃんよ。バズちゃんどう考えても暗黒面に見えねえんだよな。暗黒面にしたさ、ちょっとかわいすぎるよ。
負ければスクラップ、勝ってもスクラップ、どうせスクラップだ。あーベーダーさん超汚れてる仕事してんな。できる男はやっぱ違いますね。できる男は汚れる。オーバータイム、オーバータイム、頑張れ。なんか 俺のファズちゃんはだいぶご迷惑をおかけしちゃったのがいった。何これ、あサーマルインプローダーか。いやヒーローみんな汚れてるよ。ボバさん以外、ボバさん飛んでっから汚れてねえ。ローチョローチョ、あ勝利しましたね。お疲れちゃんでした。いや面白かったね。クルーザーはもさえた。もうキャッシングを断つことはない。ファズちゃんね、ジェダイをしびれさせるためにタレットを置く努力ができるかどうかってとこなんだろうけどこの活躍はどうせ誰も評価してくれないなって、そんな感じですね。では面白ければ、あファズちゃんもう一人使ってる人いましたね。あともうちょっとだな。もう一回夜やればブラグもう一個強くできるかな。あれ、うん、そうなの、なんかすごいスコアボードがすごいことになってるぞ。さあじゃあ終わりにしましょう。いやーファーズちゃん楽しかったな。1位あれでしょ、でもシス側1位でしょ多分、総合じゃないよね。いやーファズマいいよいいよファズちゃん、ファズちゃんとボーバーがいいね。やっぱりジェダイは誰だろう、ウーキーともう一人いねえんだよな。なんかこれっていうのがいないですね。アフロマンかな、あんま使いたいと思わないんだよ。いやちょっと面白かったねファズちゃんファズちゃん怒りのド M 笑っちゃったよ。でもあれですね、なんとかなるもんだね。わめいてりゃ、わめいてなんとか生き残りますね。乗ってましたよ。あ、本当？それは嬉しいですね。ド M ファズちゃんを評価してくれたのかな。ありがたい、ありがたい。さあじゃあそろそろ終わりにして、これは後で YouTube に流しておきます。どうしようかな、当分ちょっと Twitch の方でやろうかな。タボさんね、こっちも見れんだもんね。見るしね、コメントしてくるもんねID 登録してんのかやった感じいやー面白いね。はい、ということで、あキャリアなんか開けてるね。何開けたんだろう、ちょっと見てみましょうか。ヘビートルーパー、そっすか、どうでもいいっす。あもう一個ある、なんだろう、うーん、なんか欲しいものは手に入らないもんだね。どっちも見れる暗黒面は強い。さあ、あクレートがあるよ、ちょっと見てみましょうか。デイリークレートかな。あベテランヘビーですよ、ベテランちゃんいらっしゃい。バラージいらねえな、今はバラージじゃないよね。時代はセントリーだよね、どう考えても。はい、ということで本日は PS4 版のスターウォーズバトルフロント2のオンラインをやってみました。最後のね、あのド M ファズマさん、スシウォーズさんがファズマをやってたド M で、すげえわめきながらやってると思っていただいて大丈夫かなと思います。さあ、それではまた次回どこかでお会いしましょう。ありがとうございました。